皆さんこんにちは、こんばんは。今年はさ、調べてみたら7月21日だったかな、土用の丑の日がね。じっちゃんさ、うなぎを食べたくなってね。で、友達がさ、うなぎを5匹も釣ったって言うんだよ。で、その話を聞いてね、もう一人の友達もさ、うなぎ釣りをしたことがないんで行きたいって言い出してさ、その友達にね、電話をしてさ、うなぎ釣りに連れて行ってくれって言ってさ、押しかけたんだよ。で、その友達はね、鹿児島市内の友達なんだけど、実家がさ、市木串木野市っていうね、鹿児島から行くと、薩摩川内市の手前だね、手前が実家なんだよ。で、まあ、その友達は会社の経営者でさ、で、そこに大きな工場もあるんだよ、市木串木野市にね。で、電話をして夕方ね、押しかけてうなぎ釣りをね、させてもらったんだけど、まあ釣れる、あんな簡単に釣れるんだね、うなぎってね。じっちゃんもさ、うなぎはね、子供の頃よく取ってたんだよ。ただじっちゃんがそのうなぎを取ってたっていうのは、あの穴釣りかね、針にね、餌つけてうなぎがいそうな穴にこう突っ込んで取るやつと、あと掛け針って言ってさ、夕方ね、川にさ、餌をつけて、ミミズをつけてね、針にね、置いとくんだよ。するとね、もうじっちゃんがちっちゃい頃はさ、10匹かけ針すると10匹かかってたんだよね。まあ2匹ぐらいはね、カニに食われてさ、半分ぐらいなくなったりとかしてたんだけど、で、中学生ぐらいまでは自分でうなぎもさばいてたんだよ。だけどそれからね、うなぎを取りに行ったことってないんだよね。で、うなぎ釣り、普通の竿でさ、うなぎを釣るやつなんて、じっちゃんやったことないからさ、ちょっとどうやってやるのか教えてくれって言ってね、友達2人でさ、押しかけたんだけど、まあでもさ、何も道具がないわけだよ。餌と道具ぐらい持ってこいって言われたんでさ、で、友達とね、朝からさ、釣り具屋、ポイントか、釣り具屋に行ってさ、竿を買ったりね、針を買ったり、重りを買ったりさ、で、ミミズがね、近所のおじさんがさ、じゃあわしが探してやるって言ってさ、言うんで頼んでたんだけど、もう今年はね、なんかミミズがね、あまりいないらしいんだよ。で、それを聞いてたんでさ、ポイントでね、ミミズは売ってないのって聞いたら、あ、ありますよって言ってさ、言うんで、とりあえず念のために一箱買っていこうと思ってさ、一箱買ったんだよ。で、一旦帰って、近所のおじちゃんにさ、ミミズいたって聞いたら、いや、おらん、全然おらんミミズが、っていうことでね、あ、よかった、買ってきてと思ってさ、で、その道具とミミズを持ってさ、市木串木野市っていうとこまで夕方ね、満潮がだいたい7時前、7時40分ぐらいって言ったかな、言ってたんで、まあちょっと明るいうちに行ってね、道具をさ、準備したりとかしようと思ってさ、行ったわけだ。で、そのね、ちょっと早めに行ってさ、道具とかね、準備しようと思って行ったんだけど、まあその道具をさ、買ったんだけど、まあいろいろね、道具買ったわけだよ。トータルしたらさ、うなぎ屋さんでさ、美味しいうなぎが食べれるだろうっていうね、何人か分のね、上うなぎがね、食えるぐらいの金額がかかってさ、まあでもその釣り竿とかね、実は昔持ってたんだけど、もう今もう全然処分してしまってさ、持ってないんで、まあ釣り道具はさ、ワンセットぐらい持ってた方がね、いいと思うんだよね。で、バケツ、あのなんかペシャッとなるバケツとかもね、以前持ってたんだけども、わかんないよね、もうどこ行ったのか、もう人にやっちゃったのかどうなのかもわかんないしさ。で、まあワンセットも全部買っちゃったんだよ。で、友達の市木串木野島で行ってさ、場所を教えてもらって、先に行ったんだけど、すぐ友達も来てね。で、もう準備をしてる間にもう友達はさ、釣り始めたんだよ。投げ込んだらさ、釣れた釣れたって言ってすぐ釣れるし、入れ食い状態みたいな感じで釣れるんだよね。結局何匹釣れたのかな、全部でね、友達と合わせたら11匹か12匹釣れたと思うんだよね。で、じっちゃん4匹釣ったんだけど、帰りにさ、もうさばいて帰った方がいいよって言うんで、じゃあ友達のね、工場に行ってさ、さばこうっていうことで、そのまま友達の工場まで行ってさ、工場でね、さばいて帰ってきたんだけど、その工場でさ、実際のバケツ見たらさ、3匹しか入ってないんだよ。あれ、4匹釣ったのになんで3匹しか入ってないんだと思ったら、まあ多分ね、うなぎって
って結構こう出てさ逃げたりするんだよね、飛び出したりするから、多分その釣ってたとこでさ釣ったらそのバケツに、まあちっちゃいこんな浅いバケツだからさ入れてたからね、それからこう抜け出てさ海に帰ったのか川にね帰ったのかどうかわかんないけど、隣が草むらだったんで草むらの中に入っていったのか、まあわかんないよね。で帰ってきたんだけどもう遅くてさ、夜がもう遅くなってじっちゃん帰ってきたの、帰り着いたの11時が回ってたのかな、11時が回ってたと思うんだけどね。それからまあとりあえずそのままね焼いてしか食べたことなかったんだよ。天然のうなぎってさ食べたことがある人はわかると思うんだけど、結構ね硬いんで、硬いっていうかさプリプリ、身がプリプリしてさちょっと硬い感じがするんだよ。でそういううなぎばっかり食べてきたんだけど、うなぎ屋さんみたいな感じにしたいなと思ってさ、帰ってきてからねちょっと初めてだけど蒸してからね調理してみようと思ってさ、一旦蒸したんだよ。で蒸したんだけどもうね12時回ってもう眠たいしさ、もうどうしようもないんでもうやめたやめたと思って、その蒸したやつをさラップしてねもう冷蔵庫に放り込んでね寝た、もう寝た。もう慣れないことすると疲れるよね。朝起きてさ昼ご飯にねうな丼でも作って食うかなと思ってさ、準備しようと思ってご飯炊いたりさ、あと車中泊車にバーベキューセットとか炭とか乗してるんでそれをおろしてきてね、それでうなぎをさタレを作ってね焼いた。でタレもさ骨ももらってきてたんで骨を焼いてね、でその骨でタレを作ったんだよ。その醤油だとかさみりんだとか砂糖だとかさお酒だとか入れてねタレを作って、でそのタレにをつけながら焼いてね、何回もつけて焼いてさ、ただ焼きすぎてちょっとね焦げた部分もあったんだけど、まあでも美味しかったね。やっぱりじっちゃんはね一回蒸してから食べた方がいいなこれはってやっぱり思ったね。スーパーに売ってるうなぎさ美味しくないんだよね。スーパーのうなぎはもう全然美味しくないんで、じっちゃんはスーパーのうなぎを食べるときはねお茶を多めに作って鍋に入れて沸騰させて、それで一回そのスーパーで買ったうなぎなんか入れてさ全部タレとかを全部ね落として、それからね焼き直すんだよね。まあそれでもねあまりね味がなんかおかしいんだよね、スーパーのうなぎっていうのはね。スーパーのうなぎはねなかなかね買って食べようっていう気にならないんだよ、あまり美味しく感じないんでね。まあうなぎ屋さんのうなぎはさ食べるんだけど、スーパーのうなぎは買って食べようと思わないよね。うなぎってさ高いよね、一匹買ったら千何ぼするからさ、いやー千何ぼ出して買ってねこんなせっかくのうなぎがこんなまずかったらどうしようもないだろうと思ってね、あまりもうスーパーのうなぎっていうのは買わないね。だからもらったりとかさそういうのは食べるんだけど、天然のうなぎを自分で釣ってきてさね焼いたりとかしたら美味しいわけだよ。タレも自分でね作ってやるとさうまいわけだよね。でご飯を炊いてそのうな丼を作ってね、ただまあ一人分にしては多いんでその友達の分もさうな丼作ってね、近くの友達のとこにねそのうな丼をさ届けたんだけど、で後で丼をね回収に行ったんだけどさ、まあ美味しかった美味しかったって言ってくれたね。まあ自分でもね食べてみたんだけど本当うまかった、うまいよやっぱり。天然のうなぎをやっぱりね自分なりに調理して食ったらねうまいよね。まあだからね、まあそうむやみやたらにうなぎって取りに行っていいのかどうかわかんないんだけどさ、友達のねとこに行ったんでそこの川は別にその取ってもいいっていうことらしいんで、だからそこの川でね取ったんだけど、この辺りも川はねいっぱいあるわけだ。むやみやたらにさ漁業権とかねそういうのがあるんで取るわけいかないんでね、やっぱ取るとしたらさちゃんとさ確認をしてからね取らないといけないし、まあでもいろいろ調べてみるとその川のうなぎはとってもいいみたいなことを書いてあるとこもあるし、漁業権があるからダメだよとかっていうのもある。まあ当然ね漁業権があるとこはさあの鮎なんかでもそうだけど漁業組合にさあの札を買ってね釣ったりとかするんだけどさ、まあそんなしたらいいのかなと思ったりもねしてるんだけど、だから来月また21日がさ土用の丑の日なんで、その近辺でもう一回どっか行きたいなって思ってるんだよね。でだからどこに聞けば分かるんかな、県庁
に聞いたら分かるかな、市役所でも分かるかな、ちょっとそのあたりを調べてね、ちょっとちゃんとさ確認をしてね行こうかなと思います。海は別にいいのかな、夜さ海釣りしてると釣れたりする時があるんだよね、ああいうの別にいいのかなって思ったりもするんだけど、まあそのあたりもね分かんないんでさ、もうちょっとはっきりね確認をしてね出かけようと思います。ということでね、今回ちっちゃんはね、来月の21日の土用の丑の日のさ、うなぎが待ちきれないんで1ヶ月早くうなぎ釣りに行ってうなぎさばいてねうなぎを食べてみましたという動画でございました。その釣ったりとかさっていう動画がないんだよね。釣ったとこあのスマホでちょっと撮ったんだけど、実はうなぎをその竿で釣るっていうのは初めてだったんで、おまけにさ夜7時も時間がさ、時間的に7時40分ぐらいだったんで、もうその暗いわけだよ、暗いんで釣りもね、うなぎのその竿釣りも初めてだしさ、暗いし撮影機材さ持って行ってもさどっちつかずになってしまうんじゃないかなと思って、もう初めてのことだからうなぎ釣りの方へね専念しようと思って、もう撮影機材持って行きませんでした。だからねその釣ってるさ動画とかねっていうのはないんだよね。でさっきさこれビデオ撮る時にね思ったんだけど、あ焼くとこぐらい撮っときゃよかったなって思ったんだけど、もう後の祭りだよね。もううなぎはじっちゃんのうなぎかお腹の中にね入っちゃったんで、もう今更ね撮れないんでね、今回はうなぎのね動画っていうのはあの途中でちょこっとそのね釣れた時のねスマホでさちょっと撮ったんだけど、その部分を差し込んだんだけど、まあそれぐらいしかありませんということでね、友達のおかげでね楽しい夜を過ごすことができました。まあこれでねじっちゃんもあと1ヶ月ぐらいは元気出してね頑張れるのかなと思います。以上ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。